なんで楽しみにしててください。ということで皆さん、私、3日間休んでいましたよ。3日間休んでいる間ですね、何をしていたかと言いますと、お仕事で忙しくて休んでたとかではなく、もう純粋にですね、旅行に行ってまいりましたよ。旅行に、久しぶりに旅行に行った。遊園地行ったのよ。遊園地私大好きなんだけど、遊園地に行くまでが本当にだるくてなかなか踏み切れなかったんだけど、今回はお姉ちゃんとお友達と行くことになりましてね、で引っ張られて行ったところ、めちゃめちゃ楽しかったですしっかり休んでくれて嬉しい。しっかり休みました。しっかりふふふーランドそう、ふふふーランド行ってきた。ふふふーランド、しっかりね、ホテルにも泊まってきて、めっちゃ美味しかったな。ビュッフェ、スイちゃんはやっぱりお肉が好きだから、やっぱりビュッフェにね、やっぱり一つはあるんですよ、肉、上等な肉を提供する場がで、そこはローストビーフで、ローストビーフをね、もうたんまり食べてきた。でもね、もうなんかいいレストランのビュッフェってさ、ちみっこいわけ。もう私はローストビーフを10枚くらい一気に持っていきたいのに、ローストビーフくださいって言ってお皿渡したら、はい、ソースどちらですか、うんちゃかかんちゃかソースで、はい、わかりました、どうぞーって言って、2枚しか乗ってない。2枚しか乗ってない。いや、言えばくれるとは思うんだよ。10枚くださいって言えば多分、10枚ですね、つって、くれるとは思うんだけど、でもなんか、こう、恥ずかしくないなんか、そっちから聞いてくれよ。なんか、ソース何、どっちにしますかの前にさ、何枚いりますかって、まず聞いてくれと思うんですよ。そう、何回も取りに行くの恥ずかしいんだけど、何回も取りに行った、マジで。何回も取りに行った。仲介した。また来たな、この女って多分思われてる。何回も行くのははずいよね。10枚は言いづらいよね、ほんとに。でもね、でも悲しかったのが、雨だったんですよ。雨だったんです。はい。もうね、お姉ちゃんが雨女すぎて、お姉ちゃんともう一緒に、遊園地とか行きたくねえなって思ったね。姉ちゃんと旅行とかの予定立てるとね、絶対雨なの。しかも面白いのが、うちらがチケット取った2日間だけ雨なの。ディズニーランドが。なんでって思って。なんかそれ以外は晴れ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 、雨雨晴れ晴れ晴れみたいな。本当になんなの？ありえない。でさ、これさ、前もあったの。前ディズニーにお母さん連れてさ、一緒に行こうってなった時に台風が来たんですよ。台風来たわってなって、でこれはさすがに台風の中ディズニーは楽しめないだろうと思ってずらしたんです。キャンセル料とかも払って、もうお金がかかってでも晴れのディズニーを楽しみたいと思ってずらしたんですよ。そしたらずらした先もまた台風が来たんですよ。もう許せる、こんなことが、こんなことが許せるか、マジで許さないからね。スイちゃんが雨女説はない。スイちゃんが雨女説はない。スイちゃんはだって晴れ率高い。ない。さすがにかわいそうさすがにかわいそうでしょ。ショックだったわ。で